この前、義実家で義弟嫁に会った時、私さんのお父さんって、大工さんですよね。うちの実家のフローリングの張り替えを検討してて、と言い出したので、今〇〇工務店にいるので、そこにお願いしたら安くしてもらえるかも。と言うと、工務店通すと値段が上がるので、と、露骨に直接仕事を依頼しようとしてきた。そういうのをやってる大工も当然いるけど、父はトラブル防止のために、基本工務店からの依頼しか受けないので、そう伝えたら、当然材料費も出すし、多少なら、お礼にお金も出してもいいので、と言われた。仕事を頼むんなら、ちゃんと日当くらい出せよ。多少のお礼で職人を働かせようとすんなよとムカついた。当然断った。周りに人がいない時に声かけてきたんだよね。義実家は、兄弟3人とももう独立したので、3階の子供部屋が全部空いてしまって、そこに、アンパンマンのジャングルジムとかを買って、孫が来た時に遊べるアンパンマン公園を作ってくれていて、私が、そこで子供たちを見てるところにやってきて話をしてきた。何が腹立つかって、義父も大工なんだよね。本来なら、近い親戚の義父にお願いするのが筋だと思うけど、自分が非常識な内容をお願いしてるってわかってるから、義父をすっ飛ばして、うちに持ち込んだんだろうなと思うと、舐められてるって感じがして、ムカつくわ。一応フォローしておくと、大工さんって基本フリーランスだから、一人親方、自営業。個人からの依頼に応えること自体は、闇営業でもないし、本来は問題ないよ。うちの父は、古い職人気質なのと、トラブルが起きた時に、間に工務店が入った方が楽なので、個人で請け負わないだけ。建築関係って結構高いから、出来上がった後で、施主から、思ってたのと違う。とか言われて、ねぎられたりすることも多いし、ぐだぐだと理由つけて、お金を払わない人やねぎる人も結構いるからね。そういうのをいちいち相手するのがしんどいみたい。工務店だと、営業や会社が全部やってくれて、大工はあくまで、大工部門だけやってればいいから楽、という考え方。この件は、2階のリビングに入った瞬間、全部バラしたよ。義父は、冗談がわかるタイプなので、俺なら、日当2万でやったるけど、どうや?って言って、義弟嫁が真っ青になって、いや、いいです。って断ってた。